4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭はダンスインザムード、ダンスインザムード、先頭2番手は 200m、 ダンスインザムード先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はヘブンリーロマンス、一気にヘブンリーロマンス、ダンスインザムード、ヘブンリーロマンス1着、2着にはどうやらダンスインザムード、ヘブンリーロマンス、見事な勝利です。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭変わってラインクラフト、ラインクラフト先頭、2番手はライラプス、追いすがります。やはりラインクラフト先頭だ。ラインクラフト頑張る。残り 200m、 ラインクラフト先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。後続は大きく離れました。2番手はライラプス、ラインクラフト、この馬で決まりか。ラインクラフト今ゴールイン、段違いの強さです。ラインクラフト1着、2着は微妙です。ラインクラフト素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はベラミーロード、ベラミーロード、先頭残り 100m、 ベラミーロード粘る、一気にインバソール、カカノワース伸びません、インバソール、インバソール1着、2着にはどうやらベラミーロード、勝ったのはインバソール、見事な勝利です。先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠のシックスセンス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先手を奪うのはどの馬か。マイネルマリーン前に行きそうです。インティライミそれに続いています。さらにはマイネルレコルト、17番ディープインパクト、その後ろでは前の方からマイネルマリーン先手を取りました。インティライミそのうちに続いています。好位置をキープしています。カタモランサム、その外からマイネルグレイド、内からはシンボリポラリス、白の帽子アドマイアジャパン、その後ろすぐ隣にサクセスロドリゴ、その横に七夕キャット、すぐ後ろにシックスセンス、その隣にディープインパクト、その外に成田ベッド、プロエーデン、そのうちに続いています。その後ろにグリークアフェア、並んで9番ベールギュント。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のカタモランサム現在先団です。アドマイヤ富士、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から見ていきましょう。マイネルグレイド先手を取りました。その後ろからはマイネルレポルト、その外にサクセスロドリゴ、オレンジの帽子マイネルマリーン、その後ろ 1000m を通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。マイネルグレイド先手を取りました。すぐ後ろにマイネルマリーン、さあ先頭はまだ16番マイネルグレイド、マイネルマリーンほとんど差がありません。マイネルレコルト3番手、カタモランサムいい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はマイネルグレイド、マイネルマリーン、その後ろ並んでマイネルレコルト、離れてディープインパクト、内からはアドマイアジャパン。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭変わってディープインパクト、ディープインパクト先頭、あと 200m、 ディープインパクト先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。カカノランサム必死に追う、これは強い。2番手はカカノランサム、ディープインパクト、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。ディープインパクト1着、2着は成田ベッド、鞍上お見事。 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのはディープインパクト。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はグレイリラ、ソルジャーフォロー先頭、2番手はグレイリラ、残り 200m、 ソルジャーフォロー先頭だ。しかし残りわずか、グレイリラ頑張れるか。残り 100m、 ソルジャーフォロー先頭、2番手はグレートワイン、ソルジャーフォロー1着、ソルジャーフォロー完勝、ソルジャーフォロー1着、2着は微妙です。勝ったのはソルジャーフォロー、見事な勝利です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はウルワドサニモ、ウルワドサニモ先頭、2番手はコスモバルク、あと 200m、 ウルワドサニモ先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。ウルワドサニモ、2番手はコスモバルク、ウルワドサニモ今ゴールイン、段違いの強さです。ウルワドサニモ1着、2着はブリッシュラック、勝ったのはウルワドサニモ、見事な勝利です。
Oh!
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はアウトオブダイヤモンド、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。アウトオブダイヤモンド先頭、差はほとんどない。あと 200m、 アウトオブダイヤモンド先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。ソルジャーフォロー、ソルジャーフォロー、わずかにソルジャーフォロー、体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。直線 526m、 ここからが勝負。最後の追い比べ、先頭はアドマイヤジャパン、アドマイヤジャパン先頭、2番手はアドマイヤ富士、追いすがります。ディープインパクト、まだ後ろ、残り 200m、 アドマイヤジャパン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ディープインパクト差し切った。2番手はシックスセンス、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ディープインパクト1着、2着はシックスセンス、ディープインパクト2冠達成。あとは秋の菊花賞のみ、夢の三冠まであと一歩に迫りました。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭変わりました。先頭はアドマイヤグルーヴ、アドマイヤグルーヴ先頭、2番手はサイレントディール、追いすがる。やはりアドマイヤグルーヴ先頭だ。あと 200m、 アドマイヤグルーヴ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。フェラッシー迫る。一気に片のエーデン、アドマイヤグルーヴ、アドマイヤグルーヴ1着、2着にはどうやら片のエーデン。これが G1 馬だ。アドマイヤグルーヴ